こんにちは、マッツーです。いつもマッツースクエア YouTube チャンネルと、ブログのマッツースクエアをご覧いただきましてありがとうございます。というわけで今回は2021年新春プレゼントキャンペーンのお知らせでございますよっ。というわけでとりあえずね、すべての商品が来るのを待っていたので、ちょっと遅くなってしまったんですが、もうちょっと前にやりたかったんですけどね、プレゼント企画をやっていきたいなというふうに思います。はい、皆様へのね、日頃の感謝の気持ちを込めて、今回は、3つの製品をプレゼントしていきたいと思います。まずはですね、3つのプレゼントを紹介した後に、応募の条件や応募の方法、あとは締め切りの日とね、抽選の日をご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。まずはですね、プレゼントの商品、今回とりあえず3つ、ご紹介したいというふうに思います。それぞれ1名ずつ計3名様に、未開封品をプレゼントしていきたいというふうに思います。まず1つ目はこちらでございます。はい、ユニハヤツのジェリー2、これを1名様にプレゼントしていきたいと思います。はい、非常に小さいスマートフォンですね、知る人ぞ知るスマートフォンでございますが、こんな小さい 3.0 インチ、3インチのディスプレイ積んでいるんですけれども、なんとですね、モバイルスイカなどの、お財布携帯にも対応しているというファン待望の製品かなというふうに思います。こいつとりあえずセットアップしてみたんですけれども、ちゃんとこういう風にね、モバイルスイカもセットアップができたりとか、まあ、あとはね、ID とかクイックペイとかも使えますし、なんとね、赤外線のポートがついているので、リモコンとしても使えるんですよね。そうそう、こういうのに、リモコンとしてもね、こう、使えたりも、ね。これね、今ピーって鳴ったかもしれないですけど。こうリモコンとしても使えるというのがなかなか面白いなと思います。お財布携帯のついたジェリー2のスマートフォン1名様、私今回2台を買ったので、こちらのジェリー2のね、未開封のモデルをプレゼントしたいと思います。ちゃんとね、封も切っていない、ね、こういう風にね、封も切っていないモデルを、プレゼントしたいという風に思います。ケースとか保護フィルムとかもついているので、届いて開封したら使えるという風に思います。というわけで、まず一つ目はジェリー2でございます。続いて二つ目はこちらです。スターバックスのコーヒーアロママグでございます。地元メイドシリーズというシリーズの宮島表参道店限定で発売されているコーヒーアロママグ、これを1名様に差し上げます。こちらですね、地元メイドシリーズというものがあって、各地域でね、特産品を使って作ったコーヒーマグっていうのはそれぞれ売られてるんですね。で、これ私もこれも2つ買って1つちょっと今ずっと保存してたんですけど、以前もですね、1回紹介したことがある、だいぶ前ですけど紹介したことがあるんですが、こちらですね、宮島お砂焼きというね、焼き物を作っているもうコーヒーマグですね。もう結構高いんですよ、6500円ぐらいするんですけど、宮島に厳島神社という神社があるんですが、厳島神社の御本殿の下の、お砂を使っていると、東広島市西条の、粘土を混ぜ合わせてこねこねして、作ったお砂焼きということですね。このもみじの葉っぱなんですが、本物のもみじの葉っぱをそのまま貼り合わせ作っているということなので、このもみじの模様も違っているんですよね。これも結構素敵かなというふうに思います。宮島の島内にあるスターバックス宮島表参道店でしか発売されていないものですので、ぜひですね、これ喜んでいただけるんじゃないかと、大切に使っていただければというふうに思います。はい、本当にいいんですよ、これ。これで飲むコーヒーはなんかね、ここにもね、山根大元堂宮島っていうコーヒーがある、山根大元堂さんっていうところがね、作っているものなんですけどもね、このマグカップ1名様にプレゼントさせていただきます。ぜひ、ご応募いただければと思います。3つ目はこちらでございます。ブリーチというメーカーが作っております Windows 用のトラックパッド W-Touch というものでございます。これもね、以前ちょっと動画でもレビューしたことがあるんですけれども、 Mac 用にはタッチパッド、トラックパッドっていうのがね、マジックトラックパッド2っていうのが今発売されております。使ってる方も結構多いんじゃないかと思います。 Windows 用にはノートパソコンとかにはね、こういうトラックパッド、タッチパッドついてると思います。デスクトップ用にもまあいくつか製品はあるんですが、レビュー見てるとなんかパッとしない製品が多いのかなというところですね。そんな中でですね、昨年2020年の9月か10月かにですね、この新しい製品ブリッジっていうのが iPad の
iPad Pro とかね、 iPad の外付けのキーボードとかも作っているメーカーなんですけれども、 Surface 用にも作っていて、 Surface とかね、 Windows 用にもそういうのを作っておりまして、でそれの、一つの製品、トラックパッドという形です。ここがね、全体がトラックパッドになっていて、結構サラサラした質感でいいです。押しやすいです。あと、タップでも操作できますし、クリック感も、カチカチというクリック感が味わえるので結構使いやすいの。 Surface Pro とかの純正のキーボードカバーとかにも似たちょっと、クリック感の強い感じになってはいるんですけれども、結構使いやすいかなというふうに思います。私もね、あの Windows ずっと使っておりましたので、去年の10月ぐらいにこれが届いてからはこれ結構使ってるんですが、キーボード構えてるポジションからあまり手を動かさずに、これで操作ができたりとか、この3本指とか2本指とかのジェスチャー操作も結構できたりするので、 Windows も結構ね、このジェスチャー操作っていうのは結構最近は使えるようになってきたんですよね、ということなので結構使いやすいですので、ぜひ使ってみていただければと思います。基本的には Bluetooth で Windows のねパソコンと通信してやり取りをするという形になりますので、はい、ぜひぜひ使ってみてください。詳細はね、あのレビュー見ていただければというふうに思います。こちらも、ブリッジのダブルタッチ、これですね、日本ではまだ発売されてません。これね、技的もちゃんと通っているんですが、今のところ日本では、まあ、Amazon とかでもね発売されていないんですよね、という形なので、私もねこれブリッジのサイトから直輸入をして、とりあえず2台買っておりますので、1台プレゼントしようかなというふうに思っております。ということで、今回、プレゼントする製品は、まあ、それぞれ1名様ずつですけれども、ジェリーですね。ユニハーツのジェリー2スマートフォン。こちらもちゃんと技的通っております。はい。ちゃんと技的通ってて、オタフ携帯が使える小さいスマートフォン、ジェリー2が1名様。こちら、宮島、ね、スターバックス宮島表参道店限定の地元メイドシリーズ、コーヒーアロママグ。こちらも1名様。で、あともう一つが、ブリッジのダブルタッチ。今回はこの以上3つを、プレゼントしたいな、というふうに思います。ということで、応募方法とか応募条件とかね、締め切りとかご紹介したいと思います。応募の条件は特にありません。はい。応募の条件は特にありません。ぜひ、まあ、チャンネル登録とかしていただけると非常に嬉しいんですけれども、まあ、一応、応募条件的には特に ないので、いつも見ていただいている方には、応募いただければなというふうに思います。応募方法ですが、概要欄に、リンクがあります。 Google フォームへのリンクがありますので、そちらからご応募いただければというふうに思います。で、締め切りが、今週の日曜日、2021年の1月17日日曜日の、夜の11時59分まで、日付が変わる前までという形になります。今週いっぱい受け付けさせていただきます。で、抽選なんですけれども、来週の火曜日、2021年の1月の19日火曜日の夜10時から、来週の火曜日の夜10時からの YouTube ライブの生放送で、抽選をさせていただこうかなというふうに思いますので、ぜひ、ふるってご応募いただければな、というふうに思います。はい。今回は以上3つプレゼントさせていただきます。皆様のご応募、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、まあちょっとね、プレゼント企画やるって、ちょっと去年の10月ぐらいから多分結構言ってたと思うんですが、ちょっとジェリー2のね、発送が遅くなってしまったので、なかなかちょっと、時間がかかってしまいました。本当申し訳ございません。一応ですね、こんな感じでプレゼントしていきたいというふうに思いますので、ぜひご応募お待ちしております。というわけで、松でございました。その他にもね、この YouTube チャンネルですとか、ブログの方でもいろいろなレビューをしておりますので、ぜひ見ていただければと思います。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、松でございました。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。